北国新聞ニュースをお伝えします。輪島市の中心部と門前地区を結ぶ中谷トンネルの通行止めを早期に解消するため、トンネルの内部にもう一つトンネルが作られました。国道249号線の中谷トンネルは輪島地区と門前地区を最短の30分で結んでいましたが、能登半島地震によって内部を覆うコンクリートが3箇所で崩落し、通行止めが続いています。国土交通省は通行止めを早期に解消するため、崩落した3箇所に1車線分のスペースを持つ銅板製のプロテクターを作りました。北国新聞社は国土交通省の能登復興事務所から許可を得て、整備が終わったトンネルの内部を撮影しました。内部が公開されるのは初めてで、トンネルの中にもう一つトンネルがあるように見え、プロテクターの上部の銅板は落盤が起きても耐えられるよう 2.2 センチの厚さになっています。能登復興事務所は今月中に交互通行による中谷トンネルの再開を目指していて、さらに今年中に2車線で通行できるようトンネル内部の補強工事を進めることにしています。金沢駅前にある県立音楽堂がスペースを提供し、能登の特産品やグルメを販売するイベントが始まりました。このイベント音楽堂マルシェは、能登の復興を支援しようと県立音楽堂が企画し、販売スペースとして玄関前の広場や屋内のエントランスホールを無償で貸し出しました。初日の昨日はオープニングセレモニーが開かれ、珠洲市出身の表正人館長が、能登の復興はまだ道半ばだ、音楽堂マルシェで能登を力強く応援したいと挨拶しました。初回のマルシェには7つの事業者が参加し、屋内では輪島朝市組合のメンバーが魚介類の干物や塩などを販売し、地元客や観光客でにぎわいました。また屋外には能登フグの串揚げを売るキッチンカーやハマグリの浜焼きコーナーなどが並び、訪れた人たちが能登の味覚を楽しんでいました。音楽堂マルシェはにぎわい作りも狙いに今後継続して開催されます。このマルシェに合わせ2階のカフェが常時営業するほか、休憩スペースとして1階と2階の一部が開放されています。歌手の石川さゆりさんが金沢で復興支援のディナーショーを開き、能登に思いを馳せながらヒット曲などを熱唱しました。このディナーショーは先月30日に ANA クラウンプラザホテル金沢で開かれ、あでやかな着物姿の石川さんが伸びやかな歌声で来場者を魅了しました。ショーでは能登を舞台にしたヒット曲能登半島をはじめ、新曲のとこしえの旅、代表曲の津軽海峡冬景色、天城越えなど10曲が披露されました。石川さんは歌の合間に、石川県は自分のふるさとのよう、これからも歌で被災地を忘れないでと伝えていきたいと思いを語りました。このディナーショーは売上の一部が義援金として北国新聞社に寄託されます。北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、
預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。